競艇には他の競技にはない独自のスタート法でもある。フライングスタート方式が存在します。6艇が一斉にピットアウトからスタートまでの時間はわずか約1分40秒。このスタートのタイミングを決めているのが、全ての競艇場に設置されているオート計。12秒前から1回転して0秒に向かって全艇がスタートを切ります。時計の針が0秒になる1秒前までにスタートゾーンからスタートを切ることが求められます。コンマ何秒で勝敗が決まってしまう。早すぎてもフライングと極めて難しいスタート方式の中でも抜群のスタートを決めてしまう。スタート精密機械とも呼べる2名の A1 級ボートレーサーを今回ご紹介させていただきます。菊池康平、静岡支部所属82期の A1 級ボートレーサー。生まれは北海道、育ちは岩手県と競艇場が全く存在しない縁もゆかりもない場所で学生時代を過ごします。当時は今のようにインターネットでの投票なども盛んではなく、電話投票か現地にレースを見に行くしかない状況だったのかなとは思いますが、岩手県という遠方に住みながらもお父さんから競艇選手になれよと言われたことがきっかけだそうです。ただ菊池選手は頭脳明晰で、将来は飛行機の設計や開発をしたいといった工学系の道に進むことを夢見ていたようです。数学や物理が得意で、大学受験では国公立大学でもある岩手大学の工学部に合格してしまうといった賢すぎる菊池選手なのですが、同時に受けていた大和競艇学校の試験にも合格していることが判明し、悩んだ末にボートレーサーになる道を選択しました。一般家庭の人であれば絶対に大学へ行くべきだよとか言いそうですが、前の動画で競艇選手のお金事情についてはお話しましたが、まだご覧になっていない方は一度ご覧くださいね。競艇選手は稼げる金額が普通の企業に勤める会社員の方よりも強ければになりますが、圧倒的に稼げてしまうプロスポーツです。しかもプロスポーツ選手としては平均引退年齢は50歳と息が長いスポーツでもあるので、賢い選択をされたのかなと私は思います。それに実際ボートレーサーには整備がつきものなので、絶対的に好きかは分かりませんが、工学的なこともでき、プレイヤーとしても活躍できるので、小中高と野球部でレギュラーを張っていたこともあり、インドア的ではなく全力でプレーを楽しみたいスタイルなのかもしれません。実際にインスタグラムなどの SNS では果敢にアウトドアで楽しんでいる様子もうかがえます。先ほどお話ししましたが、岩手県には競艇場がなく地元に支部がないので、菊池選手は全国の支部からどこかに所属する必要がありました。そこで所属したのが静岡支部。その中でも同支部となった坪井選手と横澤選手とともに静岡サンバガラスと呼ばれるようになります。この全員が今も A1 級に属していますので、名前に負けない走りをしていると言えそうです。そんな菊池選手の最大の持ち味といえば、なんといってもスタート力。競艇界の中でも屈指のスタート巧者でもあり、特に外艇にいる時の菊池選手は脅威です。動画作成時の2023年11月初旬に徳山競艇場で開催されている G1 徳山クラウン争奪戦開設70周年記念競争、インが強いと言われている徳山でコンマ07のスタートを決めてまくりで勝利しています。インからコンマ06でトップスタートを切ってもいますが、4角のダッシュで仕掛けている上ではイン艇はなすすべがない状態といえます。ただ4頭で3連単でたったの4260円しかついていません。展示タイムが他艇と比べても異常に出ていたこともあるかもですが、4角の菊池は買いと言えるでしょう。菊池選手の場合はスタートが異常に早いので大きく出し抜くことは容易です。出し抜いた上で決まり手を見てもまくり一択ではなく、まくり差しもできる腕前を持っています。まくり屋ではなく自在派と呼ばれるレーススタイル、実際に石の信用金庫とも言われている石の選手にまくり差しを食らわして一着をもぎ取っておりました。最近石の選手インから飛ぶことが多いので信用金庫崩壊と揶揄されたりもしていますが、菊池選手のモーターが抜群に出ているのと、コンマ08といった抜群のスタート力を駆使されるとなすすべなしなのかもしれません。そんなスタート巧者の菊池選手は SG5 回 G1
12回も制しているという競艇界でもトップレーサー。しかも2014年に賞金王も取っております。ただこの賞金王も異色の取り方をしています。2014年11月末時点で1億2193万円と賞金ランキングで1位となっておりました。そこに待ったをかけたのが平和島競艇場で行われた伝説のグランプリ4号艇で4コースに構えていた菊池選手でしたが、まさかのミラクルターンで茅原選手が6コースから1着を取り賞金1億円を獲得するという事態が発生してしまいます。しかしこの時2着を取った菊池選手は2着の賞金として4500万円を獲得することができ、結果的に菊池選手1億6954万円、茅原選手1億6238万円という約700万円は僅差と言えるかは何ともですが、菊池選手がグランプリは取っていない中で賞金王になったという異色の歴史が存在します。これは過去の動画でもお話しましたが、2008年の井口選手がグランプリを制しましたが、松井選手が賞金王になった時と似ています。これも茅原選手が11月末時点で5880万円の賞金ランキング12位だった点と、菊池選手が優勝戦で2着に残せたことで起きた出来事といえます。通常は1億円という破格の賞金を獲得するので一気にジャンプアップして1位になるケースが多いのです。クイズで言えば最終問題だけ異常に得点が高く設定されており、そこ答えられたら勝っちゃうといったテレビ的な展開のはずですが、最初から独走していた人が高得点すぎてそのままゴールしちゃったみたいな感じかなと思います。11月までに積み重ねてきた菊池選手の賞金額が素晴らしかったことと、2着に残した菊池選手の腕前が素晴らしかったと言えるでしょう。2022年は年間通じての平均スリットは全競艇選手の中でナンバーワンの 0.104 という驚異的な数値を叩き出しております。そんな菊池選手は全員で12名しかいないゴールデンレーサーにも選出されており、名実ともにスタート力を武器にトップレーサーとして走り続けております。スタート早くてまくりもまくり差しもできたらそりゃそうなりますよね。まだグランプリ自体は取っていませんが、その時は近々来るかもしれません。共に応援していきましょう。原田幸也、長崎支部所属76期の A1 級ボートレーサー。もともと愛知支部でしたが沖縄県に移住されたことで今は長崎支部となっております。原田選手の経歴は特に異色で、中学生時代にはもう競艇選手になろうと決めていた原田選手、お父さんに地元の蒲郡競艇場に連れて行かれまくっている中で原田選手自体がすっかりハマってしまったようです。そんな原田選手は中学を卒業した際に高校へは進学しませんでした。じゃあ即大和競艇学校に入ったの?と思いきや、なんと海上自衛隊に入隊します。これも自衛隊に入りたかったというわけではなく、競艇選手になるための基礎体力作りのために入隊したと後に語っておられます。びっくりの進路選択ですが、高校と同じ3年間びっちりと訓練を受けて大和競艇学校を受験し一発で合格します。地獄と呼ばれる大和の訓練も自衛隊をくぐっている原田選手からすればすっとくぐり抜けられたようです。1年間ですし、3年間をクリアしているなら確かに苦ではなかったかもしれませんね。養成所を卒業後の1995年6月に地元蒲郡で開催された一般戦、このチャンネルでもよくお伝えしておりますが、新人選手であればだいたい6着というのが新人あるある。そんな中、原田選手は初出走初勝利という偉業を成し遂げます。新人は転覆の恐れもあるので6コーススタートとなるのですが、そんな中で1着となってしまうのはポテンシャルの塊と言えるでしょう。当チャンネルで紹介した動画の中でもこれを達成できたのは丸野選手だけです。そんな原田選手は2つスピードスターの異名も持っております。1つ目はターンスピードです。今であれば峰選手などがターンスピードが鋭いといえば挙げられると思います。もちろん今も素晴らしいですが、ただ一時代前は原田選手も鋭さが光る選手でした。これを象徴するのが競艇場のレコードタイムです。2014年12月以降は出力を落とした出力低減モーターとなっていますが、
それまでの出力が高かったモーターでは原田選手がナンバーワンレコードを叩き出しておりました。24乗中なんと5箇所、江戸川、浜名湖、天ヶ崎、鳴門、宮島と淡水海水問わずに抜群タイムで最多レコードホルダーとなっておりました。オフィシャルサイトにも今なお残っており、もうモーターが変わってしまい出力が落ちたことでこのタイムはもう出せないので破られることのない伝説の記録となっております。ちなみに今所属している長崎支部のある大村競艇場で現行モーターでレコードを出しているのが実は原田選手だったりもします。モンキーターンのうまさも当時ピカイチだったとか、2つ目のスピードスターがようやく感もあるかもしれませんが、スタート力です。2022年は2位、2023年も2位ですが、1位のメンバーが変動している中で変動せずの2位はすごいです。ちなみに2021年も2位だったりもします。直近3年間は不動の2位を維持している原田選手。ちなみに本当はもう一選手ご紹介したかったんです。ここにタイムが出ている山鉄こと山田哲也選手、3年連続でトップ3で、2023年に限れば原田選手を上回り現在1位です。本当にスタートがピカイチで生粋のまくり屋さんです。直近の玉川競艇場で開催された G1 においてもコンマ04のトップスタートでまくりを決めてもくれまして大変お世話になりました。4角の山鉄は絶対に買いと言えるくらいの期待値が個人的にはあります。ただ直近の期別判断時に勝率が足りずに A2 級へと降格してしまう結果に、その結果この動画ではこのようなご紹介となっております。この結果が個人的には何より悲しいです。木が決まってしまった最後に節間でフライングを切ってしまい、6コース回りをしていた山田選手が6コースからコンマ06でまくりを決めているというスタート降車ぶりを見せております。ただ A1 級レーサー特集ということで、次回 A1 級に復活された時にまた特集させていただきます。そんな山田選手としのぎを削っているのが原田選手であります。スタートが早いので4角は買いと言いたいのですが、最近は角まくりがあまり決まっている印象を受けません。インが弱いという特徴を補っていると個人的には勝手に解釈したのですが、そこの良さが少し薄れていると感じています。ただ3コースまくり差しはピカイチで、峰選手が伝説を作った蒲郡競艇場で開催されたボートレースダービーでもあのブス島選手にまくり差しを決めております。元地元水面とはいえさすがです。2022年ボートレースオールスターでも白井選手を3コースから圧巻のまくり差し、これはマジでしびれました。毎回決まるわけではないですが、個人的には3コースまくり差しは未だに買い続けています。直近のダービーでもやすやすだったんですけどね。皆がそれだけ期待しているということだと思います。素晴らしいですよね。4角の復活を個人的には応援しています。今回はスタート精密機械の A1 級レーサーを2名ご紹介させていただきました。この他にあなたが知っていることがあればぜひコメント欄で教えてください。今後も競艇に関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。